アリシア・ラーティグ、アリシア・ルルテは、アルゼンチン生まれの植物学者である。植物分類学の分野で働いた。ブエノスアイレスで生まれた。父親は、フランス人で、母親は、カスティーリア人である。アルゼンチンで学び、1937年に卒業し、薬剤師の資格を得た後、1946年に、ブエノスアイレス大学で、生科学、薬学の博士号を得た。 1946年まで、サンミゲルデ・トクマンのミゲル・リージョ研究所と、ブエノスアイレスのダーウィン研究所で研究し、学位取得後、世界各地の大きな標本館で研究を行った。1948年から1950年まで、イギリスのキューガーデン、1950年から、ストックホルム、1951年に、コペンハーゲン、1952年からボストン、 1953年にワシントン DC で働いた。1955年からアンディ・ジャン・アンベールの下でパリ自然史博物館で1979年まで働いた。はじめアルゼンチンの植物を研究し、後に研究範囲を新熱帯区温帯の植物にまで広げた。イッポリット・コストの著書、フロア・ディスクリプティブ・イーラストレイデラ、フランスデラ、 コルスイデコンロトリーズリミトロフィスの制定にも貢献した。エメ・ボンプラン、ホセセレスティーノ・ムティス、シャルル・プルミエラが残した歴史的な標本類の研究や南米、オーストラリア、南極でのフィールドワークもいった。キントラ農家の俗名アリシアに懸命された。ラーティグは植物の学名で命名者を示す場合にアリシア・ルルテを示すのに使われる。シーサストレ、 アリシア・ラーティグ、アダンソニア、セリさん、25、149、150、2003、ありがとうございます。